低いけど、まあとりあえずめっちゃ戦ってるっていうのは分かると思います。はい、どうもこんにちは、はるです。今回はですね、ちょっと冬ということで雪合戦大会をしようかなと思います。一人で一人でやるからね。でね、まあどうやって、まあ一人で雪合戦、まあ別に悲しくね、一人で雪玉とか作ってね、一人でカビに当ててもいいんだけど、それだとつまんないということで、マインクラフトでスノーゴーレムとブレイズが戦うのって知ってますか？それの雪合戦の様子を撮影しようと、まあ自分も参加します。自分も参加して撮影しようと。とね、まあブレイズは火の玉だけど、雪合戦、まあ雪合戦だよ。はい、それではやっていきましょう。じゃあまず卵だね。よし、いた、ブレイズ。これと、あと、雪。雪で、スノーゴーレム作るから、ちょっと雪出す、雪。どこだ、雪。どうぞ、あった、よし。それと、なんだっけ、かぼちゃ？普通のかぼちゃだよね。じゃあ、こうなってるんじゃなくていいよね。あれだな、砂だって雪合戦感出ないから、ちょっと雪敷き詰めようかな。ちょっとめんどくさいけど。このスケルトンとか邪魔。すげえ、俺、ハイフワールド改造してるわ。よし、できた。うおー、すげえ、雪合戦会場っぽいと。よし、これで、たぶん、ここにかぼちゃをバー並べれば、たぶん、スノーゴーレム50体ができると思います。あとはブレイズなんだけど、ブレイズはちょっとスポーンブロックで出したいんだけど、ちょっとまあ、部屋みたいなのを作って、ちょっと、そこに、ちょっとブレイズちゃんをまあ囲もうかと。ちょっと言ってる意味わかるかな。とりあえず戦闘開始までブレイズを50体キープしておく場所をちょっとパパーっと作っちゃいたいと思います。よーし、できた。じゃあここにちょっとブレイズを50体出していきたいと思います。よし、これ多分50体いると思います。はい、というわけでちょっとここ出ないように、よいしょよいしょ。これで、確保されましたね、多分。よし、で、ここでじゃスノーゴーレム作っていきましょうか。よし、スノーゴーレム50体。であとはここの石を壊せば多分戦いが始まります。というわけで、じゃあ僕もちょっと準備していきましょう。ただね、1個言うとね、ここの石を破壊する方法を全く考えてませんでした、僕。全く考えてなかった。どうしよう、一気に壊したいんだよね。はい、今サバイバルにしました。でこのエンチャント効率強化レベル1000のツルハシでここの石を全部バーって壊して、それで、雪合戦開始といたしましょう。それではじゃあ行ってみましょうかな。いきます。とー、さあ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 、回線だ回線だ、みんなやれ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 。うわ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 、ちょ下がれ。うわ、汚染だ、やれ。頑張れ、みんな頑張れ。よし、押せ。俺も頑張るから。よし、いけ。ゴー。おいいよ。熱い。あー、死んだ。あー、なんか変なとこスポーンした。さあ、私は脱落してしまいました。戦況はどうなったかと言いますと、ん、一人も残ってない。ちょっと僕この今モッド入れて録画してるんで、ちょっと後で確認してみます。とりあえずこのまま、皆さんさよなら。なんかどうし、引き分けかな。うん、ちょっと確認します。では、さよなら。はい、ちょっと、ここで、モッドを入れてたので、ちょっと、リプレイモッドっていうモッドを入れてたので、ちょっとここで確認できるんで、ちょっと確認してみましょう。いきまーす。さあさあ、まずダイヤピッケルで、ここの石を壊していく。はい、壊していって、
壊していって、おっとここで始まった。ちょっとガラス越しだから分かりにくいけど、まあとりあえずめっちゃ戦ってるっていうのは分かると思います。さあさあめっちゃ戦って、俺どこにいんだ、俺どこにいんだ、俺どこにいんの。あー、あそこだ、あの奥の方にいますね、俺奥の方にいます。で、ちょっと投げまくって、で、調子乗って、あ、燃えてる。あ、出てきた。燃えてる。あ、死んだ。あ、それで落ちていくと。あ、ちょっと待って、ここで。おっと、スノーゴーレム残ってるね。え、消えた。え、何があったの。あ、もう、あ、え消えたよね、今。これ、あの、さっきプレイヤーにこれ焦点あっちゃうから、リスポーンするとちょっとこっち移動しちゃったんだけど、今、生きてたよね。何が起きたのね。クリエイティブに変えたからってことかな。クリエイティブに変えると、スノーゴーレム消えるの？わかんないけど、